ファイブポインツはアメリカ合衆国ニューヨーク市のローアーマンハッタンに19世紀に存在した地区である。当地区の一部はコレクトポンドとして知られた淡水池を埋め立てることで生み出され、西のセンター通り、東のバーディ通り、北のキャナル通り、南のパーク通りが大まかな境界線であった。ファイブポイントは人口過密で病が蔓延し、犯罪が横行するスラムとして、 国際的に悪評が広まっており、70年以上にわたって存在した。20世紀に入ると、ファイブポインツ地域は次第に再開発され、各通りは様相を変え、廃道になったものもある。現在では、西と南を、連邦、州、市の行政機関が立ち並ぶシビックセンターが占める。東と北にかけては、以前のファイブポインツ地区は現在は、チャイナタウンの中に位置している。 交差する2本の通りと、その交差点まで伸びた第3の通りが5つの角、あるいはポイントを形成する。1809年頃にアンソニー通りが東へ、クロス通りとオレンジ通りの交差点まで伸ばされた。結果として、周囲の地区がファイブポインツと呼ばれるようになった。1854年には3本の通りが、ワース通り、パーク通り、バクスター通りと解明された。 1868年には、ワース通りは再び東方向へ5つの角がある交差点からチャタムスクエアにまで延長されて6番目の角が追加された。それ以来、バクスター通りは交差点の南側が消滅し、クロス通りは交差点の両側で消滅した。こうして、バクスター通りとワース通りの今日残る交差点には2つの角のみが存在している。 1846年に交換された地図が1793年当時の通りと1811年までに埋め立てられたコレクトポンドを示す。点線で記された通りは1793年から1846年にかけて設けられた。マンハッタンにヨーロッパ人入植が始まって200年余り増加する人口への主要な飲料水の源が コレクトポンドであり、魚も豊富であった。池はおよそ19ヘクタールを占め、18メートルの深さがあった。地下水脈から水の供給があり、谷に位置し、北東部にはベイヤード山があった。池から北へ、ついで潮沼を通過して、西に向かい、ハドゾン川へ至る流れと、池の南東部から発して、東方向にイースト川へ向かう、別の流れがあった。 18世紀には夏は行楽地、冬はスケート場として大勢の人で賑わっていた。コールタード醸造所は1837年の財政危機と続く経済不況を受けて後にオールドブルワリーとして知られるテネメントへと改装された。しかし大量の水を必要とする事業所も立地するようになった。これはコールタード醸造所。 ニコラス・ベイヤードの土地区南東岸にある無数の川なめしは、南南西岸のポットベイカーズヒルにおける、ドイツ系移民ヨハン・ビレム・クロリウスとヨハンで名の陶器製作所などであった。池を取り巻いた各事業から汚染された排水が池に垂れ流され、水質汚染が顕著となり、付近の住人の健康被害の危険が高まった。ピエール・シャルル・ランファンが、 池を浄化し周囲を公園化するという提案をしたが、彼の定義は退けられ、池の埋め立てが決定した。埋め立ては1811年に完了し、間もなく中山階級向けの家屋が建てられた。埋め立ての思考はずさんなものであった。埋められた植生はメタンガスを発し始め、地盤沈下して多くの建物に傾きが生じた。また、 低地にもかかわらず雨水管などの排水設備がなかったため、未舗装の通りはしばしば人間や動物の排泄物と混交した30センチメートルの深さの泥に埋まり、よどんだ水たまりに蚊が繁殖した。1 3、上流階級の住民は大半が地域から逃れて行き、ファイブポインツは1820年代の初頭から到着し始めた貧しい移民の居住地となった。 1840年代には大基金から逃れてきたアイルランド系カトリック教徒の流入がピークを迎えた。ファイブポインツ地区のマルベリーベンドで、クロス通りのすぐ北側から北を望む。左のテネメント群は壊されて、マルベリーベンドパークが設けられた。右に見える二棟のテネメント、前傾のマルベリー通り46番地と、ベンド横のマルベリー通り48から50番地は、 今も当地に立っている。西洋世界の中で、ロンドンのイーストエンドの特定地域のみが、人口過密度、薬病、乳幼児死亡率、失業、売春、暴力犯罪その他の都市部貧困における古典的な宿和で、ファイブポインツと肩を並べていたと言われている。当初の住人は1827年7月4日のニューヨーク州における奴隷制の終焉によって解放された黒人。 そして1600年代から地域の少数派として存在したアイルランド系から構成されていた。当時は黒人と白人が同じ居住地に住むのは珍しく、アメリカの人種のルツボの原型であると時に考察されている。アフリカ系とアイルランド系の間には緊張状態が存在したものの、ファイブポインツにおける彼らの共生はアメリカ史において初となる。 大規模な自由意志に基づく人種間統合であった。しかし、アフリカ系アメリカ人は、マンハッタンのウェストサイドへ、そして島の北側のハーレム地区へと20世紀初頭までに移動し、開発が北に広がるにつれて、ハーレム川を渡り、サウスブロンクス地区へと至った。ベイヤード街のテネメントの住民、ジェイコブリースによる記録。ファイブポインツは、当時、 世界のどこのスラム街よりも高い殺人発生率を記録していたと言われている。ニューヨーク市の古い都市伝説となっているのが、クロス通りのオールドブルワリーである。この建物は1790年代に建てられたコールタード醸造所であったが、後に内部が改造され、千人の貧困者を住まわせる人口過密な胸割り長屋となった。ここでは一夜に一回は殺人事件が起き、 1852年の取り壊しまで、それが15年間にわたって続いたとされている。当時、アメリカの政治は、アングロプロテスタント系の政治家によって牛耳られていたが、ファイブポインツの選挙区、旧第六行政区から、カトリック系を、ニューヨークの重要な政治的公職に送り込むという、洗礼を残した。ただし、地元の政治は、汚職と無縁ではなかった。 イタリア系は1850年代に初めて5ポイントに定住した。モット通り25番地の変容協会の教区民は1880年代には大部分がイタリア系であった。チャタム地区のマルベリーストリート湾局部の名称となったマルベリーベンドはリトルイタリーの中心となり、その最も人口が多かった時期はワンス通りで南とバワリー通りで東と、 ベストブロードウェイで西と境を成していた。オールマックスはアフリカ系アメリカ人が所有するダンスホールでアイルランド系のリールやジグとアフリカ系のシャッフルが融合する本拠となった。マルベリーベンドのオレンジ通り67番地に所在した。アメリカの他の地においても同様に異なる民族集団が相互交流し新たな踊りと音楽の形態が作られたがニューヨークにおける この音楽と踊りは街頭において自然にアフリカ系アメリカ人とアイルランド系の音楽家や踊り手の基礎合いの中から生じたものであった。それがオールマックスに流入し短期的にはタップダンスのそして長期的にはジャズやロックンロール音楽の先駆的存在となった。この地は現在ではコロンバスパークとなっている。これら結核、チフス、マラリア、 大熱病といった伝染病がオランダ植民地の時代からニューヨーク市を悩ませてきた。科学的知識の不足、ずさんな公衆衛生、無数の人口過密住居、初歩的なものでさえ不在であった健康管理体制がファイブポインツのような貧困地域をそのような病気の発生と蔓延に理想的な環境とした。18世紀と19世紀のニューヨークの市域を 様々な薬病が襲い、そのいくつかは、ファイブポインツに橋を発するものであった。外来の船舶から上陸した移民からもたらされたものもあった。1832年6月には、ファイブポインツでのコレラが発生し、人口過密で、不衛生な近隣居住地へと急速に広がり、ついでその他のニューヨーク市域に拡大した。病の媒介手段や電線に関する知識がなく、 このような薬病は、スラム居住者の不貧困によるものであると信じる、専門家もいた。普段から節度を持ち用心する生活をしている、人々は、自分は、大丈夫という安心感に満たされ、快適な生活を送っていると思うが、今や病は、以前にも増して、就効と不欠の生息地において蔓延している。もっと通り62番地のある売春府は、昨日の一時には、 店舗のガラスの前で身を飾っていたのに、3時半過ぎには、霊柩車で運び去られた。このような哀れな手合いの衰えた体は、感染すれば、立ちどころに絶命する。しかし普通の職業で働く人々は、外して完全に健康であり無事と見受けられる。ニューヨークマーキュリー神、1832年7月18日1827年、イギリスは、 アイルランド人の移住を制限する法律を廃止したため2万人のアイルランド人が移住した。1835年頃には毎年3万人以上のアイルランド人がニューヨークに到着していた。1834年の反奴隷制廃止論者の暴動は別名ファレン暴動ともされており、ニューヨーク市において1834年7月7日に始まり、 4夜連続で起きた。より根深い原因は、アメリカ合衆国の独立以降の死を管理してきた、プロテスタント系の間における、排外主義と奴隷解放運動の結合、そして、アイルランド系移民の数の増加により、食や住居で彼らと競合する黒人系の恐れと敵にあった。暴動の被害を受けた中に、市内初の黒人系監督協会で、 当時センター通り122番地に位置していた、セントフィリップス監督協会があった。アイルランド系のボートの一団に押し入られ、略奪を被った。レンガ、石、梱包が飛び交い、人々が拳銃を振り回しながら興奮して駆け回った。負傷した人々が歩道に横たわり、踏みつけにされていた。ここでラビッツが徒党を組んで突進し、ベイヤード通りで大敵をバーディーにまで押し上げる。 すると逃走者たちは、増援を受けて追跡者に立ち向かい、マルベリーストリートやエリザベス、バクスター通りへの交代を強いる。ニューヨークデイリータイムズ氏、1857年7月6日、ファイブポインツにおける、デッド、ラビッツと、バワリーボーイズの乱闘を描いた絵。新聞は、暴力的なアイルランド系ギャング、ローチガーズの一文派を、デッド、ラビッツと呼んだ。 デッド・ラビッツ暴動は1857年7月4日にある一派がバワリー通り26番地のバワリーボーイズの本拠地を破壊して始まった。バワリーボーイズは報復に出てバワリー通りとマルベリーストリートの間でベイヤード通りを王冠する大規模な暴動につながった。暴動行為は7月5日に再開された。 バワリーボーイズとデッド・ラビッツはバワリー通り40番地と42番地の前で通りに障害物を積み上げて再び戦った。7月6日バワリーボーイズはアンソニー通りとセンター通りでケリオニアンズと戦った。歴史家タイラー・アンバインダーはデッド・ラビッツの名称がニューヨーク住民の想像力を捉えそのような集まりあるいはギャングは存在しないという 豊富な根拠にもかかわらず、報道はそれを用い続けたと述べる。アンバインダーは、10年以上にわたって、デッドラビットは、市の住民があらゆる怪しからぬ創造しさの個人あるいは団体を表現する標準的な語句となったと研究する。自治体警察と市警察の間における紛争がもたらした、市の警察力の混乱状態を住民が利用して、市の あらゆる方面から到来したギャング員や他の犯罪者が広範囲の略奪や辞書の破壊に関与し始めた。各暴動には800名から1000名のギャング、構成員が加わり、またその他の数百名が騒動に乗じて、バワリー地域で略奪を行ったと見積もられている。1849年のアスタープレイス暴動以来、最大の騒動であった。ニューヨーク州民兵が 死警察の核文献体に援護されて秩序を回復した。8名が殺害され、100名以上が重傷を負ったと伝えられた。証人連が1831年にファイブポインツ解放の請願を提出した。その57年後に悪名高いマルベリーベンドにあったバンディッツ・ルースと、ジェイコブ・リーズによる写真、1888年。 ファイブポインツとして知られるかの地は、長きにわたって、悪名を高めておりあらゆる種類の悪徳が発生して、育まれる、神聖実質であるかのごとくであります。この上のくぶらいで、自暴自棄となった類の階級がはびこっております。それぞれの気晴らしをもって楽しむこと、悪徳に親しむことで、連直の道から誘い出されかねないという器具の念を、奪われております。 そしてそのように一歩まだ一歩と進み、ついに墓のおだくのたまり、回復不能の悪名の渦へと飲み込まれます。結論として、キー委員会におかれましてはこの悪名の恩賞、現代のソドムが、騎士のちょうど中枢に、そして事業や尊敬すべき住民の中心地のすぐ、近隣に位置していることにご注目願います。この革新を除去し、目下の住民をさらに広く、地表に分散させ、 基地の塔の部分を活動的で尊敬すべき人々の計画のために打ち開かれれば皆さんは善良なる人々が感謝を呈するであろう大事を果たされることになります大半はキリスト教の特目を掲げた各種の慈善団体や個人がファイブポインツの貧民の苦しみを改善しようと様々に試みたキューバ生まれの司祭フェリックス・バレラ神父は アイルランド系カトリック教徒の貧困層のために尽力するべく1827年にファイブポインツにローマカトリック地域協会移民協会を設立した後に変容協会と改名し地域協会は1853年に住宅地区へと移るシオンプロテスタント監督協会の新トレンから建物を買い取ってモット通りとクロス通りの角へ移った マルベリーベンドパークを描いた絵。大規模な取り壊しで、ファイブポインツのスラムを撤去する最初の要請は、1829年に一帯のすぐ近傍で事業を維持していた商人連からなされた。スラム撤去の運動は、ファイブポインツ一体で最悪の地区の一つであった、マルベリーベンドをマルベリーストリートから部分的に除去することに成功した。 当地は著名な景観建築家、カルバートボークスが設計した公園として再開発され、1897年の開所に、際してマルベリーベンドパークと名付けられた。現在ではコロンバスパークとして知られている。巨大な暗いホラーな、あらゆる都会の悪夢と言語に絶する恐怖が投影されうる土郎と形容されたクロス通りのオールドブルワリーを撤去するために、 多大な努力がなされた。オールド・ブルワリーは、元は、コールタード醸造所であり、30年に満たない、以前の1790年代には、市の外角にあった。後には拡大する市に囲まれて、ファイブポインツ交差点のすぐ南のクロス通りに位置した。醸造所は1837年に、テネメント、下宿屋に改装された後、オールド・ブルワリーとして知られるに至った。 家階の高天井の部屋、そして髪型の二つの木座橋がくたびれた四階建ての共同住宅に改装された。賃料は安価であり、多くが移民であった低所得の賃借人を多数引き付けた。1850年に取られた唯一の人口調査記録は35部屋に221名が住んでおり、平均して1部屋あたり6.3名となると報告した。 ブルワリーの共同住宅に住む人々の総数について記録は相違しているものの収容力を超えて満杯であったとの点ではいずれも一致している。ファイブポインツ全域で目にされる貧困はオールド、ブルワリーでも現れており、国内伝道団の女性たちが行動を起こした。当該メソジストジ事前団体はファイブポインツを浄化する決意であった。1853年10月、 ザクリスチャン・アドボケート・アンド・ジャーナル氏は進行中の計画を伝えた。1851年12月にメトロポリタンホールで行われた会合で、この計画に関する公共の利益について説得力、ある根拠が示され、すなわちオールド・ブルワリーを買い上げる決議を実行委員会が成立させた。他の請願が公焼にされて、ふさわしく対処された。かのいは購入され、 数ヶ月の間に完全に取り壊されて、すでにふさわしい電動用の建物がその辞書を占めている。ザクリスチャン・アドボケート・アンド・ジャーナル、1853年10月、ファイブポインツ電動団の監督下で、新電動書がオールド・ブルワリーにとって変わった。そこが住居、衣服、食料、そして教育を事前活動の一環として提供した。新しい建物は、生活空間として、 オールドブルワリーより23部屋多い58部屋を利用可能であった。ファイブポインツ交差点の近隣。手前の道路がワース通りで奥にコロンバスパークが見える。以前にファイブポインツが占めていた地域は20世紀を通じて次第に再開発された。西と南は大規模な連邦、州、市の行政用を各建築、そして裁判所で占められており。 総合して、マンハッタンク、シビックセンターとして知られている。コロンバスパークに加えて、コレクトポンドパーク、ホーリースクエア、また様々なニューヨーク市構成局の施設が、センター通り南部周辺に集まっている。各構成施設は、地域の過去との最も直接的な結びつきである。ファイブポイントからの犯罪者多数が投獄され、かなり多くが処刑された悪名高い、ザ・トゥムズ・コーチ所。 刑務所はホワイト通り125番地の現在のマンハッタン市高地小立地近くに建っていた。ファイブポインツの北東部、東部は現在では拡大するチャイナタウンの中にある。この地域では19世紀末に遡る多数のテネメント建築が今も通りに沿って並んでいる。ありがとうございます。